皆さんこんばんは。フルートの下原井きり子です。配信をご覧いただきましてありがとうございます。これから始まるこのコンサートは、私が毎月ゲストの方をお呼びして、一緒に約1時間のコンサートを生配信でお届けする企画です。昨年の12月に始まりまして、今月で第8回目を迎えます。会場は埼玉県入間市にあります、音降り注ぐ武蔵ホール。そして今夜も素敵な映像と音響でサポートしてくださるのは、このホールの専属制作ユニットの皆さん、振動組の皆さんです。皆さん本日もよろしくお願いします。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。Thank you.
Thank you.
配信をご覧いただきましてありがとうございます。本日はフルート、オーボエ、ピアノのトリオでお届けしております。さて、この配信のシリーズですね、今回初めての企画といたしまして、十数名様限定にはなるのですが、実際に、この会場にお越しいただき、この配信を、ご見学いただいております。武蔵ホールにはもうとっても素敵な2階席がありまして、そちらから今見下ろすような形で、ご覧いただいております。普段ですね、この配信は演奏者がまあ大体3名とスタッフの方も大体3人から4人ということで、こじんまりしたチームでやっているんですけれども、今日はですね2階席に十何名かのお客様がいらしてくださっているので、いつにも増して熱気あふれる会場となっております。今日はですね、聞いてくださる皆様のパワーもお借りしながら、最後まで演奏したいと思います。それでは、演奏者を紹介いたします。まずピアノ、森良平さん。はい、そして、本日のゲストです。オーボエの篠原拓也さん。篠原くんは、このシリーズ第4回目の時にも、出演していただいて、その時はですねピアニストもう一人、江口恵子さんをお呼びして、2台ピアノとフルートオーボエというちょっと珍しい編成で、森くんの作品を中心に演奏いたしました。ぜひあのアーカイブをご覧いただくか、私たちみんなで CD を出していますので、ぜひそちらを買っていただきたい。あの詳細はこちらみたいな出るのかな、出てますかね、あの出てます、あの説明欄のところにあると思いますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。で今回はですね、このトリオということで、この編成のために書かれた、代表作をもう一夜にして大体やっちゃおうという、割とこう体力勝負な企画をチャレンジですね、考えてしまいまして、あとこのあとあれですよ、ドゥリングとダマーズも吹かなきゃいけない状況ですよ、ね、どうしよう、はい、頑張りたいと思うんですが、ちょっと体力勝負ということもあり、プログラム進めさせていただきます。次に演奏いたしますのは、ドゥリングのトリオですね。この編成の本当に定番曲で、多分演奏頻度もかなり高い曲なんじゃないかなと思うんですけれども、このドゥリングは、作曲家であり女優さんなんですよね。なので結構その曲の中に、人と人とのこう会話だったりとか、結構コミカルな場面だったりとか、そういう人対人のなんか会話を感じられるような場面があったり、あとあのご主人がオーボエ奏者ということで、オーボエにすごい綺麗なメロディー書いていたりとか、オーボエのことも分かってるような感じですか？もうちょっと簡単に書いてほしいそうですはい、そんなドゥリングのトリオを演奏しようと思います。それではドゥリングお聴きください。
リングのトリオをお聴きいただきました。オーボエのメロディー大変美しかったですね。はい、結構暑くなってきましたね。はい、あのですね、実はこの配信マイクをいっぱい立てているので空調を止めてるんですよね。実はお客様のところには多分ついているかな。だからついてない、あ、消しちゃった。あ、そう、だからとにかく暑いんですよ。で、先月ね、本当に暑くて結構凍りたので、今回はガンガンに冷やしていたんですけど、でももうだいぶ温度ね、上がってきて、そう、ここでちょっと篠原くんには一曲お休みをいただくんですが、そのお休みいただいて、フルートとピアノのデュオをお聴きいただこうと思います。この配信も毎月やっているとですね、だんだんと何をやろうかとネタがなくなってきつつあるんですけれども、ぜひ今皆さんご覧のチャット欄にこの曲吹いてくださいとかリクエストを書いていただけると、結構ね、こう知ってるはずなんですけど、こう選曲するときになかなか思い浮かばなかったりとかして、で、今回も本当に悩みに悩んだんですけど、これだと思ってグロブレーズのロマンスとスケルツォを、今回私初挑戦なんですけれども、演奏したいと思います。いいですかね。それではフルートとピアノのデュオをお聴きください。
フルートとピアノのデュオでグロブレーズのロマンスとスケルツォをお聴きいただきました。そう、毎月割とこうすごく本当にありがたい機会をいただいてるなと思うんですけど、結構修行のような場でもありでもこう毎月で見てますよってメッセージいただいたりとかすると本当に励みになって、なんとか続けてこれている感じです。それでは篠原くんに戻ってきていただいたので、ちょっとお話ししませんか。ぜひお願いします。今回4ヶ月ぶりの2回目のご出演ということで、はい、どうですか。どうですか思ったより早かったなって思いましたなんか最低きっと、もちろん毎月ちょっと見させていただきながらなんですけど、ありがとうございます。また出たいなって思っているけど、まあ半年は空くだろうって思ってたんですが、うんうん、早かったです、はい、先ほどもお話ししましたけど、3月だったよね。3月に出ていただいて、その時トリオもやったんですよね、うん、森くんの書いたトリオ、これもね CD に入ってるのでぜひ買ってください、その曲をねやって、でもまあこの編成って結構、ね、はいはい、いろいろ名曲があるからやりたいよねって話してて、じゃあ近いけどもう出てもらおうということで今回お呼びして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。毎月ですね、このコンサートはゲストの方を酷使するというか、まあそういうことでかなり定評があるコンサートになってきちゃってるんですけど、今回も本当に体力勝負のね曲をやっていただきありがとうございます。次の曲で最後なんですよ。はい。何か告知とかしたいことありますか？特になんか直近でコンサートとかあれば。基本今思いついたものがですね、はい、全て地方という罠がありました。なるほど。そうか。あ、でも、はい、結構このコンサート関西の方も結構見ていただいて。あ、本当ですか。あ、インターネットだから、そう、地方の方が。あ、本当ですか。いい、あ、なるほど。ぜひぜひ。ちょっと8月に、8月の何日かが思い出せない8月の、8月の2週目あたりにですね高知県で。あ、高知いい、はい、高知大好きなんですよ、森くん。徳島近いですか、ね、そう、徳島出身なんで、高知県でオペラ蝶々夫人。あ、いいですね。はい、公演を、僕が所属している富士山静岡交響楽団の、はい、オーケストラで、ちょっと公演があるので、うんうん、もしよろしければぜ ぜひ、はい、その後同じく、2週目あたりめっちゃざっくりしてる劇団かかし座さんという劇団があるんですけど、はい、影絵などを使って、うん、オズの魔法使いを、はいはい、こちらも僕もオーケストラで出演しておりますので、長野と新潟です。長野と新潟です、はい、高知と長野、新潟の皆様、ものすごいざっくりしていて、はい、すみません。後であれですね、概要欄に載せていただきましょうね。すぐ調べます、はい、それでぜひチェックしていただければと思います。じゃあ森くんは何もないということで、気になる方は森くんのホームページにたくさんスケジュール載ってないかもしれないけど、コラム、エッセイを書いていらっしゃるんですよ。森くんのホームページから飛んでいただくと、これが本当に面白い、もう読み物として本当に面白いので、これはねぜひ読んでいただきたいなと勝手に告知させていただきました。私の方は、そうですね、私は来月の告知をさせていただきます。来月この配信コンサートは8月の30日、やはり7時半からゲストにバイオリンの、東京シティフィルのバイオリン奏者の淡妻琴さんをお呼びして、バイオリン、フルート、ピアノの、ピアノは森くんです、トリオで演奏したいと思います。ぜひこの武蔵ホールのチャンネル登録をしていただきたいんですね。今日いらしてる皆様でまだの方はぜひポチッとしていただけると、1000人超えるとスーパーチャットっていうのができるんですよらしいんです。で、そのスーパーチャットってやったことなくって、やってみたいっていう、単純にそれだけなんですけど、なんかいいことあるんですよね、配信チームの皆さん。スーパーチャットだとなんか何がいいことがありますか。ライブ配信中に、ああ、
そうだ、大事なお知らせもありました。そう、ライブ配信中にね、そのスーパーチャットだとチャリーンと投げ銭をしていただけるんですよ、お気持ちを。で、このコンサート無料配信させていただいてるんですけれども、まあ、もしこの演奏気に入っていただけたり、武蔵ホール応援したいなという方がいらっしゃいましたら、いくつか窓口をご用意しておりますので、それもこちらに載ってますので、チェックしていただけたら私たちも配信チームもみんな泣いて喜びます。はい、それではそろそろ最後の曲に行きたいと思います。本日も、ご視聴いただきありがとうございました。ダマーズのトリオを演奏いたします。Thank you.
Thank you.